はい、ということで第4回バレエアージュマスターの、アンサーでしたが、見事にですね、深すぎて終わりませんでした。終わらなかったので番外編ということで、追加の質問をバシバシやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあこれ深い話だったんでね、全然終わらなかったんで、ちょっと引き続きフリップで新しい質問に答えていただければなというふうに思います。じゃあ1個目早速いきましょう。ダメージや髪質によってどのようにブリーチ剤とオキシの種類とパーセントを変えるか知りたいです。使い分けですね。まあ、ダメージに対してどういう使い分けをするかっていうところを、知りたいというところですね。そんな使い分けとかするんだって話ですけど、僕からしたら結構違いますか。それって使い分けあるんですか。めちゃくちゃ分けます。あ、めっちゃ分けんだ。そっか、それって自分なんかそのアシスタントも分かってるもんなんですか、その使い分けみたいな。僕のサロンはみんな分かってますね。あ、そうなんだ。そこも教育でやっていくんですね、はい。じゃあはんぺんさんからいきましょう。はい、はい、使い分けお願いします。はい、サンパーとクリアを混ぜる。はい、ほうほうほう。サンパーはどういう時に使うんですか。それこそ傷んでる時はサンパーで行きますね、ブリーチは。え、ブリーチ用ですか。あ、ブリーチサンパーです。ブリーチサンパーで上がるんですか。あ、すごいいいなんか反応ですね、すごい。いや、知らないです。サンパーです、傷んでる時は。え、マジか、それ初めて知りました。やばい、はい、超恥ずかしい。これ全国ネットでサンパー作ってへー、なんかサンパーを使うとやっぱダメージが半減するって感じですか。ダメージっていうよりは遅くなるっていうイメージもあるんですけど、はいはい、まあ、結局前頭やるにあたって時間差は生まれるじゃないですか。あ、そっかそっか。最初のとこと後のとこで時間差を逆算して3パーでやっとくっていうのもあるんですけど、 あと3倍、2倍、1.5 倍とかでダメージが変わっていくと思うんですけど、3倍の方が痛まないんですよね。へえ。で、1.5 とかの痛むと思うんで、その分量と、あとはこういう頭、こういう感じの人を、例えばですけどちょっとベージュの残留なんですよ、はい、で、なんかミルクティーっぽく落ちてるんですけど、クリアにブリーチ 10%、 例えば 60g だったら 6g とか入れて 3% で塗ると抜けます、チワーンと。え、意味わかんないです、どういうこと。ブリーチにクリア混ぜるんですか。クリアにブリーチを入れる、ちょっと入れるって感じですね。へぇー。え、すると少しこう残ってた残留色素が抜けて、綺麗に抜けてくれるって。ブリーチ単品だと危ないんですね。だとダメージするので、本当にちょっとだけ入れてとかですね。面白いですね。なるほど。じゃあ村さん、はい、お願いします。じゃん。はい、熱が持たないようにする。はい、強いものを使わない。はい、ブリーチ力を100にしないで50から70の感覚に。はい、どういうことですか。要はブリーチこう普通に 6% とかいくと、なんか熱を持ったりすると思うんですか、はい、なるべくその熱が出ないようにするために 100% のパワーを注がないで 50% から70のブリーチ状態で放置時間をまあ15分から20分なりにして、抜いていく、流す、抜いていく、流すの繰り返しにすると。じゃあその3パーっていうのはもちろん使うんですか。で、どん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 オキシを下げていくので、最終的には 3% とか 3% とか、まあ 2. 何%にして抜いていくような感じですね。へー。なんでこう手が冷たいぐらいな感じの状態にするし、うんうんうん、お客さんがブリッジをついてても、もう冷たいっていう感覚でずっと抜いてあげると毛は傷まないです。へえ、面白いですね。松浦さん、お願いします。僕はもういつも五色があるので、すごい、うわ、すごと、まあ、ドライオアウェットかける1液かける、2液のパーセンテージかける倍率かける
ケアなしありかける時間かける熱かけるガードえマジですか、それ頭の中で全員計算してやるんですか。やりますね。状況によって、まあ、ダメージの状況だったりとか、はい、まあ、それによって、まあ、ガードも、まあ、ガードがラップホイールなし、もうこれもやっぱ使い分けなくちゃいけないし、あと熱も、まあ、中国の方とかあとは沖縄の方もお客様でいらっしゃるので、その場合僕直でアイロン当てちゃったりもすることもありますし、まあ、時間もやっぱ60分から15分、あとケアも、まあ、使う時もあればない時もあるし、まあ、メンズのショートだったら倍率1倍でいくこともあれば、まあ、マックス5倍ぐらいまでもありますし、パーセンテージの 6% から下だと 1.5% まで使ったりするっていう感じですね。まあ、本当にもう状況に応じて変えるっていうスタンスですね。一見すると難しいですけど、はい、簡単に、なんかこう見てると、はい、本当に一工程のこう細分化をしてるって感じなんで、意外とできそうですね。はい、そうですね、なんかこうチェックしなきゃいけないポイントがこう分散されてるっていうだけで、うん、はい、意外とこの式すごいですね。この式絶対覚えた方がいいですね。これうちでスクールで言うと脱色学っていう理論で、数値があるってことですか、100とか何とかっていう、まあ、数値があるというか、ある一定のやり方をするとだいたい 15.5 レベル抜けるはずなので、それで1個ずらすごとに 0.5 脱色力が変わるっていう、はあ、あ、じゃあもうゴールに向けてそれを変えていけるんですね。そうですね。深いですね。すごいですね。じゃあ使い分けというよりも本当に工程を細分化して、はい、まあ、使うものを変えるって感じですね。はい、っていう感じですね。はあ、面白いな、深すぎる。これ番外編で良かったですね、これ深すぎる。じゃあ続いていきましょうか。あー面白い。ハイライトからバレエアージュに変えるときどうしますか。これは僕全く分かんない。あれですよね、もう秘密です。今後のあれですよね、今後のあれがあるんで、まあ、秘密の場合は秘密で大丈夫ですけど、答えられる範囲で。あれば、バレイアージュからハイライトですか。ハイライトからバレイアージュですね。もともとハイライトが入ってる状態からバレイアージュにしたいよっていうお客さんがいらっしゃった時にどう変化させるかっていう。アンサーなのにアンサーを言えないみたいな感じですか。間違いない。じゃあハンペンさんお願いします。でも、はい、大変弱く。大変か弱く。大変って何ですか。多分想像できると思うんですよ、そのハイライトを、はいはい、ハイライトがあるじゃないですか、はい、で暗いとこあるじゃないですか、はい、暗いとこを例えばこのトーンまで上げるとしたら、はい、明るいところってどうなりそうですかね。ブリッジ傷んじゃいますよね。切れそうじゃないですか、はい、じゃあそれを守らなきゃいけないと思うんですけど、はい、想像してることってやりたくないって、一番やりたくない、一番めんどくさい、一番大変だなって思うことをやるっていうのが大変。なるほど。弱くっていうのは、弱くっていうのは、まあ、細かすぎてもう多分救いきれない、はい、もうあ、救い言っちゃった。あの細かすぎるのあるじゃないですか、はい、あれっていうのは守りようもないので。はい、そうですよね。もう弱くじっくり作っていくっていうのがあると思います。でもやるんですね。やるっちゃやるんですね。やるやれない、やりますね僕は。すげえ。やっちゃいます。なるほど。じゃあ松浦さんお願いします。僕は、まあ、こうですね、使えるデザインは使って、はい、で使い切れない部分はやっぱ弱いブリーチで、まあ、抜くんですけど、やっぱりあの最終的にあの抜きムラが出てくるので、はい、あの僕は基本カラー剤作る時って黄色主体かオレンジ主体でしかカラー剤作らないので、それで全部の色を出すですけど、はい、まあ、ムラが出さないように、まあ、ブリーチもしなくちゃいけないし、ダメージなるべく出ないようにしなくちゃいけないし、うん、まあ、カラー剤もムラ補正しながらちゃんと色味を出すっていうことを気をつけなくちゃいけないのかなっていう。なるほどなるほど、はい、じゃあもう本当に、あ、使えるものは使うっていうのは、他の美容師さんがやったものも使おうと思えば頑張ればいけるんですか。いけると思いますね。無駄にあのやらないっていうのは気をつけてます。逆にダメージやっぱ無駄に出さない。なるほど。はい。
わかりました。ありがとうございます。じゃあ村さんお願いします。はい、詳しくお願いします。はい、すごい流星みたいな。まあ6ヶ月前、はい、まあはんまあハイライト入れましたと、はい、このバッテンのところですね。はい、これがハイライトですね。はい、ハイライトですね。で半年経つと伸びてくるので過去の起点が6センチ落ちますよね。はい、そしたら新規で入れるのが丸とするわけです。はい、過去の起点と重ならないようには、新規で入れると、そうすると起点が2つできるので、そうするとハイライトの数がこっちが勝るわけですよ。なので分かりやすく言うと過去の起点を抜かないで新規で入れてあげたところだけをきれいに抜いてあげて、で、過去のハイライトが、16トーンであればこっちを新規も16トーンに揃えてあげれば16と16でハイライトと過去のハイライトが混ざってバレアージになると。それってできる？チップでこう取っていくってことですか？そうですね、自分で入れたハイライトであれば特に問題ないので、新規の起点と過去の起点が離れてれば理屈として成立すると。でさらに17トーンにもし持ってきてホワイト系にしたいんであれば、この6ヶ月後に経ったこの新規のところっていうのを17に抜いてあげて、ある程度17まで抜けたらこの×のところも今度オキシを 3% とかにしてあげて抜いてあげて17に揃えてあげて、全部を17に揃えればバレイヤージュが完結します。オペですね。オペですね。オペだ。オンカラーでここの根元の起点のところを横にやるんではなくて、ちょっとこう三角形みたいな感じでリバース的に、バレイヤージじゃないですけどオンカラーでちょっとこう消してあげると、あの前上がりのこういうバレイヤージになるので、過去のデザインと新規で入れたデザインをオンカラーで消してあげるとバレアージュが完結するので、やってみてください。いやーすげえわ。意思ですね。意思。でも長くなっちゃうかなと思って、はい、大変で済ませたことをしっかりしっかり村さんが分かりやすくてやって。あんな簡潔に説明できるんですね。すごいな。それはもうあれですね、す本当動画で見れるってことですよね、今度。はい、はい、あ、ちょっと個人攻撃いいですか、村田さんに。俺、はい、お、白 T、はい、村田さん白 T です、はい、村田さんに質問です。ケアブリーチを作るときに X トリートメントってあります？はい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 、X トリートメントを入れるとおっしゃってたのですが、何番をどれぐらいで入れるとおっしゃってたか、もう一度教えてほしいです。 あれは、前回の講習のやつですね。1番 と、4番を1対1で、僕は 10% ぐらい入れてますね。ありがとうございます、はい、これ でも 15% とかでもいいと思うので、 5% なり 10% なり 15% とか でいいかなと思うのでやってみてください。ありがとうございます、はい、じゃあ続いて、バレエアージュをお断りするときありますか、もしあればどんな状態でしょうか。お願いします。お断り系